実はタイツの他にトップスもめちゃいいんです。ぜひ使ってみてください。 CWX のトップスは上半身を鍛える懸垂などのトレーニングをしている時に着ています。肩甲骨周りのサポート感をすごく感じて姿勢を意識することがすごくできるんです。 CWX のトップスのおかげでパフォーマンスが上がった気がします。しかもシンプルでかっこいいデザインなので気軽に着られます。何が言いたいかって、要するに僕は CWX のトップスをトレーニングするときに絶対に着用したいってことですよ。ぜひ皆さんも CWX のトレーニングウェアを使ってみてくださいね。